ついにやってきたわ、ラストカキツバタ。四天王ではまず最強でしょう。タイプもドラゴンっていう大体四天王後半で出てくるタイプね。パパッと言ってパパッと終わらせる。そしてさっさとスグリさんも倒す。お嬢様早速決戦の地へ。はいはい、ちゃんと集めてきたわよ。ちゃんとブルレクやりましたもんね。カキツバタが来たわね。何でしょうね、カキツバタ。え、もしかしてブルレクポイントいらないの？私わざわざ集めてきたんだけど。まあ別のところで使えばいいでしょ。まあそれもそうね。フロントが困ってそうですね。免除になったらしいわ。相変わらずの挨拶ね。あれ？もしかしていつものやつないのかしら。ちゃんとあるみたいですよ。ドーム限定勝負？何でしょうかね、それは。リーグ部の後輩3人に勝てだって。くくく、そんなの楽勝じゃない。条件があるみたいですよ、お嬢様。なになに、テラリウムドームで捕まえた野生ポケモンであること？二つ、自分で捕まえたポケモンであること。だるい。っていうか私ここでほとんどポケモンとか捕まえてないわよ。まずはポケモンを捕まえるところからスタートですかね。相手も同じ条件だって。とりあえずここら辺でポケモン捕まえるしかないわね。挑戦するわよ。一体どんなポケモンを捕まえるんですか？そんなのパッと目に入って強そうなポケモンでしょ。パッと目に入って強そうなポケモンって、そんな都合よくいるわけないじゃない。いる、私が見ればいる。自信過剰って嫌よね。よし、とりあえずはポケモンを捕まえるわよ。とりあえずお前と、ジュラルドンですね。なんで？強そうじゃん。っていうか、カキツバタ戦までドームで捕まえたポケモンとか言わないわよね。いや、さすがにそれはないと思いますよ。全力で戦うことにならないからね。あの後ドリューズを捕まえましたね。あとは最初の方に捕まえたベトベトンとキュアワーで行くわ。ま、余裕ってね。全然効いてないじゃないの。そこはドリューズさんがやってくれるわよ。ふふ、意外といけるじゃない。そんなこんなでお嬢様3人倒しました。思ったより難しくなかったわね。リーグ部の後輩が手持ちみたいだけだったからね。全員倒したわよ。これでカキツバタと戦う権利を得ましたね。あとはカキツバタだけよ。相手はドラゴンタイプですよ、お嬢様。ドラゴンタイプにはとっておきのポケモンがいるから大丈夫よ。そうそう、さすがにこの手持ちじゃどうしようもできないわ。行くわけないでしょ。だけどお姉様、オーガポンどうするの？オーガポンは岩にしておくわ。なんでよ。ドラゴンタイプって飛んでそうなのが多いじゃない。確かにドラゴン飛行とか結構いる気がします。そういうことよ。お嬢様の準備が終わりました。とくと見せてあげるわ。なんか負けそう。こんなところで負けるわけないでしょ。ほう、ということは？カキツバタは手を抜くタイプの人間じゃないでしょう。ほら、まあわかってたことよ。私も全力でやるために手持ち入れ替えてきたんだし。スグリさんの前はチャンピオンだったやつだからね。一体どんな戦いをするのか。VS カキツバタ戦スタートですね。まさにドラゴンタイプって感じね。海竜ってこのゲームで暴れてるらしいわよ。まだランクマッチ上位ポケモンなのでしょうか。覚える技も特性も強いのよね、あのポケモン。泣かせないわよ。っていうかとっておきのポケモンってリザードンなの？違うわよ、こいつは様子見よ。そしてやっぱりオーガポンの岩タイプは刺さったわね。早速テラスタルして殴るわよ。そしてリザードンは当然竜の波動を打つ。テラスタル効果で防御が上がりました。え？ストーンエッジですか？リザードンダウン。確かに4倍弱点ですからね。暗いもんね。まあでも大丈夫よ、これくらいは問題ないわ。しかも相手は命の弾を持ってるみたいですね。海竜は多分マルチスケール持ちなので一撃では落とせないでしょう。やっぱ硬いわね。急所なら一撃で落ちてたかしら。相手は何をしてくるのかしら。おい、だるいことしてきたわね。この海竜は起点作りのポケモンみたいですね。海竜はマルチスケールあるからこういうことしやすいわよね。もうとっておき出すか。お嬢様ここでニンフィアを出します。ニンフィアを出したらドラゴンなんて貫通よ。その前にオーガポンがやばいと思うんだけど。これやられ
なんとか黄色でとどまりましたね。さて、海竜は？これも大丈夫と。こっちの攻撃で2体とも落とせるわ。まずは海竜を撃破しました。よし、そのままフライボンにムーンフォースをぶち込むのよ。そしてフライボンも撃破。でもニンフィアの体力結構危ないわよ。なんとかなるでしょ。相手が次に何を出してくるかですね。1体目はキングドラ。ジュカイン、ドラゴン要素あるってあのポケモン。いや、なかったはずですが。っていうかジュカインってオーガポンやばくない？まだ追い風のターン数あるし絶対あっちが早いわよね。まあでも攻撃よ攻撃。普通に草タイプの技打ってきたわ。そりゃまあジュカインですし。まあ体力が低いオーガポンにリーフブレード使って特攻下げてくれたのはラッキーじゃない。よくやったオーガポン。ふう、ギリギリだわ。ムーンフォースですか。倒しきれなかったわね。何してくるかよくわからなかったし倒しきりたかったんだけど。お嬢様マスカーニャを出しました。あの体力なら不意打ちでやれるわよね。多分倒せると思いますが。じゃあマスカーニャは不意打ちでニンフィアはさっきと同じくムーンフォースと思ったけどやっぱりニンフィアは回復。相手攻撃技してないのもしかして。ドラゴネイル、初めて見ましたね。一体どんな技なんでしょうか。明らかにパワーアップさせる動きじゃん。張り切ってるらしいわよ。まずい、急所に当たりやすくなるやつか。ふう、セーフ。そしてようやく風が止んだわね。これでスピードはこっちの方が速いでしょ。そうかしら。トリックフラワーでキングドラ攻撃してジュカインにムーンフォースね。キングドラには抜群じゃないってわかってるわよね。それはわかってる。かなり前に草抜群じゃないんだって思った記憶があるから。まあそれでも半分以上削れてますし、いいのではないでしょうか。これは強制急所技なのよ。シザークロス？なんでそんな技覚えていたこいつ。マスカーニャは草と悪なので4倍弱点ですね。逆に4倍弱点なのによく生き残ったわね。ふう、なんでいるんだ。ジュカインも倒したし、まあいいか。ドラゴネイルのためのポケモンでしょ、多分だけど。次は誰が出てくるのでしょうか。オノノクスだって。今回はちゃんとドラゴンらしいドラゴンですね。まあキングドラにトリックフラワーでオノノクスにムーンフォースでいいでしょ。多分オノノクスは一発で倒せる。待て、なんでお前の方が早い。これはキングドラの特性がスイスイだったのでしょうね。ああ、それで雨を降らせたのね。暴風って雨だったら命中100になるんだっけ。雨の時は必中ですね。やられたわね。お、それは意味ないわよ。ニンフィアの体力は削られなかったわね。こいつもしかしてタスキ持ってる系ポケモン。そうみたいです。まあいい、次で確実に倒す。ここはコライドンを出して天気を大上書きしちゃう作戦よ。これで相手のスイスイ効果がなくなりましたね。あとは適当に攻撃。オノノクス撃破。キングドラは何をしてくるでしょうかね。晴れてる状態で暴風は打ってこないでしょ。打ってきましたよ。そんなものには当たらないのよね。そしてイケニンフィアムーンフォースよ。キングドラ撃破。これで残る敵のポケモンはあと1体。最後は何が出てくるのかな。テラスタルはドラゴンタイプだろうな。ブリジュラス、誰なんだそいつは。さっきお姉様が捕まえたやつの進化系じゃない。そう言われてみれば確かに似てる気がするわね。まあドラゴンならニンフィアで終わりなんだけどね。っていうかよく見たらそのコライドン、コライドン2じゃないのね。こいつは初代コライドンよ。やはり思ってた通りのドラゴンタイプテラスタル。ニンフィアで一撃でしょうね。こいつ見た目通り防御硬そうなやつだわ。攻撃受けると防御が上がるみたいです。まあムーンフォースには意味がないんだけどね。よし、倒したわよ勝ちつばた。今回はそんなに苦戦しなかったわね。まあドラゴンはわかりやすいから、フェアリーより。めっちゃ笑ってますよ。笑ってしまうほどの強さなのよ私は。私も楽しかったわ。
ふむ、もうすでに正式入部してると思ってたわ。まだ仮入部よお姉様。こんなの当然エースなのよね。まさかツーショットを部員名簿に使うつもりかこいつ。そうみたいね。非常にシンプルなピースに笑顔の写真が撮れましたね。そういえば前年から技マシンもらってたわね。カキツバタは何をくれるのでしょうか。ドラゴンタイプっぽい技。ふふ、全部倒したわよ。なんかギリギリ負けそうなのもあったけどね。あれだけレベル差があるのに。あれ、まさかのドラゴンエールじゃない。技マシンにあったのね、この技。竜のコブで引きを上げて、樹海って草ドラゴンタイプだったっけ？違うと思いますが。こいつ、絶対どっかから引っ張り出してきたわね。そりゃもちろん、目指すはチャンピオン。お、ついにこの時が来たわね。VS すぐりさんですね。そしてここですぐりさんの登場。結構速いペースで登ってきたつもりなんだけど。あ、いきなり嫌味ですかすぐりさん。敵意むき出してこっちに来てるわね。オーガポンが黙ってないわよマジで。なんかいろいろな思いが混ざってそうですねすぐりさん。スケールがでかすぎるわねカキツバタ。望むところね。すぐりさんを倒すことで本当に闇落ちは収まるのか。とりあえずあいつに勝たないとゼイルが悲しんだままになるからね。ほう、最初のあそこね。次回はついにすぐりさんとの対決ですね。じゃあ今回はこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。それじゃあまた次の動画でねー。